指宿市開門十町入りのもって地区。指宿市の南西部、開門岳の麓にあるこの地区には、室町時代のものと推定されている市指定文化財、入りの原石塔群がある。豊かな自然に囲まれ、どこか懐かしい町並みの残る地域である。この地域で踊られているのが入りのもって琉球人踊り。江戸時代、琉球使節団一行が薩摩に上る際には山川港に滞在し、平木神社に参詣した。琉球から薩摩までの往来の情景を描いた歌に合わせて踊るのが琉球人踊りである。入りの地区、もって地区には指宿の他の地域に伝わる琉球人踊りを伝え聞いた人々が酒の席での踊りとして見よう見まねで踊ったのが始まりとされている。本来は男踊りと女踊り2つ揃っての入りのもって琉球人踊りであったが、現在では女踊りのみが残っている。女踊りも過去途絶えてしまっていたが、平成21年に第31回全国鉄道民謡連盟全国大会が指宿市で開催された際、入りの地区出身の旧国鉄職員の方からの依頼があり、女踊りのみ復活した。琉球人踊りをその時アトラクションで披露してくれないかというのが話が来たのが平成20年だったと思います。でそれから急遽何とか知っている人を集まってもらって、その前座のアトラクションで女性の人たちが綺麗な踊りをしてくれました。嬉しかったです。でその小川さんというんだけども喜んでくれましてね、自分の郷土の踊りだから鼻が高かったんじゃないでしょうかね。男踊りは女踊りとは全く異なり、琉球風の格好をして面白おかしく踊るものであったそうだ。現在では男踊りを踊れる人はいなくなってしまった。近年やはり男踊り女踊り2つ揃ってこその琉球人踊りではないかという声が地区で上がったことから、保存会では平成27年11月に男踊りの立ち上げ会を行った。意見は様々あったそうだが、今後も続いていくことを重視する方向に固まり、入りのもっての若い男性が作り手になって、子供たちが見ていて楽しい、踊ってみたいと思うような昔とは変わった新しい踊りを作る試みが始まっている。練習は入りの地区の公民館で行われる。現在指導者は引退しているため、後輩は先輩たちの踊りを見ながら練習する。独特の手の動きや足さばきがあり、手をきれいに表現できるよう気をつけているそうだ。そうですね、やっぱし手と足の動きがなかなか難しくて合わなかったですけど、まあ、みんなに教えてもらったり、手取り足取り、それでようやく、まあ、少しずつ、まあ、踊れて、まあ、みんなと合わせられるようになりました。ポツポツと若い人たちがお呼びに行った人まで参加してくれる、その輪が少しずつ広がってくれればいいなとは思っておりますけれども、大事な保存会の踊りだと思ってます。ここの地域だけの、それこそ
踊りの中でこういうカチカチっていうのを使う小道具使うところがあるんですけど、これを音を合わせてみんなで回る時が一致団結した絆を感じます。やっぱりここで地域の絆を深めて、いろいろな立場いろいろな経験の人がいらっしゃるんですけど、集まって一つのものを作り上げていくっていうのが、形は見えないんですけど次の世代につなげていく確かな絆なのかなと思っています。後継者不足が心配されている中、次の世代に伝えるために地域の子どもに太鼓の演奏者として練習に参加してもらっている。こういう踊りをまた引き継いで行ってもらえたらいいと思いますね、はい、お母さんの影響や集落長や誘われたりして、でやってみようかなって。若い人たちや同級生、また自分より下の人たちにしっかりと歴史をつないでいきたいと思います。踊り手の衣装は浴衣、帯、水色の前掛け、黄色と赤のたすき、足袋、頭には白い角を巻く。たすきは斜めにかけ、背中で蝶々結びにする。歌い手は着物、帯、足袋のみとなっている。太鼓演奏者は紙下、足袋もしくは草履である。鳴り物は太鼓、そして踊り手が使用するカチカチ。カチカチは赤い飾りがついた竹製の道具で、曲の途中に親指と中指にはめて使用する。本番前の支度、和気あいあいとした雰囲気だ。赤い帯は背中でリボン風に結ばれる。色鮮やかな黄色と赤のたすきは斜めにかけ、背中で蝶々結びにする。女踊りは4つの歌と踊りで構成されている。
さこのな、いかにな、赤さはあよ、誰でもおみな、あ捨てるな。あれはいい。ただいまさんずる、よしよし、大層じゃ、十二はしごの二階から、おかるは上から、のんずいかがに、ゆらさんは下見て海を読む、支えの下ぐらいはよしよし、大層じゃ。女踊りは壺屋歌、千方浜の歌、エイヤハンカン、四つ竹節、一号舞田の4曲で構成される。この歌に踊り手の合いの手が加わる。Bye-bye.
やっぱり集落 の、 その無形文化財だと旧開門町内にもいくつかありますけども、やっぱり誇りにしたいですね。この伝統芸能の保存というのは今の時世難しいと思うんですけども、やっぱり自分たちの先輩たちが踊られたものを何とかして伝えた方がいいよねという人たち、理解者が一人でも二人でもあって、で受け継いでいって、そしてそれを次の時代に残すと、今そういったのが求められているんじゃないかなと思いますよね。指宿市開門十町入野もって地区に伝わる入野もって琉球人踊り、地区の女性たちが復活させた女踊りは、新たに作られる男踊りとともに、いつの日か一つの琉球人踊りとなって、これからも地域の誇りとして受け継がれていくことだろう。